こんにちは。365日レトルトカレーを食べ続けるおっさんです。今日は大間マグロカレーを食べてみたいと思います。わかめ入り、そしてリンゴジュース使用ということで、なんといっても有名な大間産のマグロを使ってるカレーです。とても楽しみなんですが、反面マグロとカレーのその相性というか、その部分で多少の不安もあります。では期待を込めて早速準備します。大間マグロカレーが出来上がりました。ではいただきます。マグロの身が入ってます。予想してた通り、マグロの味わいがカレーソースに染み渡ってて、そうですね、少し抵抗ある味わいになってるような気がします。もう少し食べ進めてみます。辛みはそこそこ感じます。個人的な見解にはなるんですが、大間マグロカレーということでマグロの味わいを求めて、食べる分にはいいんでしょうが、ちょっとマグロが前面に強く出てるので、ちょっとこれは食べにくい、私はそのように今感じてます。生臭いといえばちょっと言い過ぎなのかもしれませんが、それに近いものを感じてます。完食しました。ごちそうさまでした。大間のマグロといえば私たちが誇るべきそのお魚、日本のお魚のうちの一つですし、また大間のマグロの一本釣りという漁獲方法も見て聞いてその楽しんでるわけなんですけれども、やはりレトルトカレーに入れるっていうのはちょっと違うのではないかなという気がしています。カレーと合わせるということに対しては悪くないとは思うんです。実際に途中でコメント出せなかったんですけど、マグロの身はもうほとんど牛肉に近い感じで、歯ごたえがあってうまみがあってっていうのは十分感じました。ですからこれはお皿にご飯とカレーを盛り付けた後、上にトッピングするというやり方の方がやはりいいのではないかと思います。レトルトパウチの中で煮込まれてしまうと味わいが混ざり合ってこういう形になるのではないかなという気がしました。これは今まで海の幸のカレーでたびたび言ってきたことなんですが、やや残念だったかなというふうに思いました。はい、それではまた明日お会いしましょう。さよなら。現在のランキングをどうぞ。
ゆうゆうクラブ TV チャンネル登録お願いします。